8月2日、金曜日、WRC 世界ラリー選手権第9戦、ラリーフィンランドのデー2が行われ、SS10 終了時点でトヨタガズーレーシングワールドラリーチーム、TGRWRT、ノカッデロバンペラ、ヨンネハルット年組、トヨタ GR ヤリスラリー1が総合首位に立っている。日本人ラリードライバーの勝田高本、 トヨタ GR ヤリスラリー1は SS5 でのクラッシュによるデイリータイヤで大会2日目を終えた。第9戦ラリーフィンランドはシーズンハイライトに挙げる選手もいるほどの人気を誇る北欧最大のラリーイベント。迎えた2024年大会は前日の1日木曜日のスーパー SS でいよいよ開幕し、 翌日のデー2から本格的な走行がスタートした。SS2 から SS10 までの全9本を走るデー2は、全ステージの総走行距離は 116.33km、リエゾン、行動区間も含めた総距離は 554.91km だ。雨の幕開け、SS3 はクラッシュで中断この日は午前中から雨に見舞われ、 コースの至る所に水溜まりが散見されるコンディションの中、現地時間8時13分より SS2、ラウカーが開始となった。プレゴワール・ミュンスター、フォード・プーマ・ラリー1、やサミパ・ヤリ、トヨタ・ GR ・ヤリス・ラリー1がコースアウトを喫するなど、滑りやすく難しい状況と見られる中、トヨタ・ガズー・レーシング・ワールド・ラリーチーム、 TGRWRT 勢がここで速さを披露。トップタイムはエルフィン・エヴァンス、さらにセバスチャン・オジエ、ロバン・ペラ、カツタ、共にトヨタ GR ・ヤリス・ラリー1が続き、上位を独占。オジエは総合首位に浮上し、ロバン・ペラ、エヴァンス、カツタの順で TGRWRT 勢がラリー前半戦のリードを握る。 雨足残る SS3 サーリカス 15.93km では最初にコースインしたティエリー・ヌービルヒョンデ・ i 20N ラリー1が終盤でオーバーランするシーンがありまだまだ難度の高い状況が続くその直後には2番目出走の夫タナクヒョンデ・ i 20N ラリー1がコーナーで姿勢を乱してコースオフ 立ち木にクラッシュしてしまい、ステージは赤旗中断となった。キョンデモータースポーツの公式 X にて、田中の無事がアナウンスされたが、子ドライバーのマルティン・ヤルベオヤはさらなる検査のために病院に搬送されたことが声明されている。その後チームは、両名は無事なもののヤルベオヤの経過観察が必要なため、8号車はリタイアとなったと公式リリースで発表した。 中段から20分弱が経過した頃に走行は再開。ここではロバンペラがトップタイムを刻み、総合順位でも首位に浮上。全長 15.51km の SS4、ミヒンパー、では、雨が降っては止むような曖昧な空模様となり、エヴァンスがトップタイムをマーク。総合首位でもロバンペラを上回って首位へ立った。 午前最後の SS5、ルイヒマキは、シェイクダウンでも使用された 7.76km のステージだ。ここでは、第2のホームラリーで検討を見せていたカツタが痛恨のコースオフを喫してしまった。ステージ序盤の中低速コーナーでリアのグリップを失ったカツタ社は、アウト側の立ち木にヒットしハーフスピン。 サスペンションアームにダメージを負いながらも乾燥し、リアがスナップしてしまいました。午後までに戻れるよう、トライしてみます、と言葉少なにステージを後にした。その後、勝田と小ドライバーのアーロン・ジョンストンはマシン修復を試みたが、サービスパークへ自走で戻ることは叶わず、デイリータイヤとなってしまった。SS5 でトップタイムを刻んだロバンペラは、 再び総合主位に浮上して午前を終えた。午後も続く荒れ模様。地元ラッピが森の餌食に各社、ミッドデイサービスを経て迎えた午後のループステージ。気温は20度前後まで上がったものの、天候は雨と晴れ間が気まぐれに入れ替わる状況だ。この被災町のラウカーを再送する SS6 では、日が射して少し乾いたエリアや、 深いわだちが形成されたコーナーもある中で各社アタックへ向かう。校長を維持するロバンペラや、午後のクラッシュから持ち直したパヤリといった地元勢がワンツーにつける中、もう一人の地元出身エサペッカラッピ、ヒョンデ I20N ラリー1が、立ち木に囲まれた林道エリアでわだちに足を取られてクラッシュを喫した。 ラッピのノルヒョンで I20N ラリー1は大きなダメージを負い、12.9km 地点に停車してデイリータイヤとなってしまった。続く SS7 は、タナク車が離脱を喫した、サーリカスの再走となる。タック後の各ドライバーのインタビューによると、コンディションはかなり滑りやすくリスキーな状況の様子。 各社はペースコントロールに徹しながらのアタックをこなし、ロバンペラ、エヴァンス、ヌービルというトップ3となった。s s a とミヒンパーの2度目のランでも、水たまりの目立つ荒れたコンディションは変わらず。ここでは、両友2台が戦線を離れたことで古群奮闘となっているヌービルが、今大会2度目のステージ運位を上げる。 徐々に青空が広がってきた SS9、ルイヒマキニーでは、コンディションが改善し午前よりもペースが向上した。各社は、集まった観客の前でアタックを締めるジャンプを披露し、最終的にパヤリがラリー1発のステージウィーンを飾るトップタイムを刻んだ。この日最後の SS10、春湯、は、ターマック、舗装路、とグラベル、未舗装路、 お交互に走るステージで、デイ1でも走ったステージ。距離は短縮の 2.01km だ。トップタイムとなったのはオジエとなり、総合順位では、ロバンペラ、エヴァンス、オジエの TGRWRT 勢がトップ3を確保。出走順の入れ替わるデイ3でも有利となる体制を築いた。WRC2 クラスは、オリバー・ソルベルグ。 シュコダ・ファビア・アールズ・ラリーに、が速さを発揮し、荒れたデー2で24.1秒のリードを築いている。2番手には、TGRWRT のチーム代表でもある槍、マティー・ラトバラ、トヨタ GR ・ヤリス・ラリーに、が付け、3番手には7.2秒差でロベルト・ビルベス、シュコダ・ファビア・アールズ・ラリーに、が続いている。折り返しを迎え、 土曜日時点での暫定ポイントが決まるデーさんは、復活の、応仁宝や、を含む SS11 から SS16 までの全6本が予定されている。10ステージの総走行距離は 144.22km、リエゾン、行動区間、も含めた総距離は 580.14km だ。